はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またバイクのちょっとメンテナンスをしようと思ってね、ちょっと動画にしとこうかなと思って撮ってます。今日はですね、とりあえず、オイル交換と、あと冷却液の、交換ね、とあとプラグ交換ね、この3つをやろうと思います。で、ちょっとまた長くなるとね、いろいろまたお叱りを受けるので、ちょっと分けてね、やっていこうと思います。まあ、とりあえずね、液体類、エンジンオイルと、冷却液の、ラジエーター液、ね、の交換を、しようと思います。で、まあ、ここら辺はもう取りませんけど、まあ、カウル外してね、ちょっと洗車もしたいんですけどね、時間あれば、まあ、とりあえずこれを取って、で、とりあえず、冷却液ね、こっちの方をちょっと抜いていこうかなと思います。まあ、カウルは、これとこれを外せば、まあ、大丈夫だと思うんで、とりあえず、その外す作業からやっていこうと思います。で、材料、とりあえず、とりあえず冷却液の方はこれを買ってみました。まあ、Amazon で買ったんですけどね、薄めず使える分で、まあ、そこそこ、評判も良かったんで、これにしてみました。まあ、その他はね、また説明をしようと思います。はい。ということで、作業、じゃあ、カウル取る作業ね、ちょっとやっていきます。はい、今ね、ボルトの方取ってみました。これ下のカウルですけどね、これは、ボルトが4本ね、ちょっと1本どっか行っちゃったんですよ。走行中に抜け落ちたのかな、もしかしたら前に、締めるの緩すぎたんかもわかんないです。両側ね、この黒いところ、2本2本でね、止まってます。まあ、これはね、いいですね。で、このサイドのカウルはこことね、であとまあ、こういうふうについてますね。あと、ここと、ね。こことにボルトがあります。2本ね。であとは、こういうふうなやつ。ね。こういうふうなやつで、2箇所かな。ここと、ね。この2箇所で、ボルトが、ボルトっていうか、ゴムみたいなやつに刺さってますね。どれや。どこかな。ちょっと、あれ？こうやって見ると分かんないですね。ここかな？これボルトですよね。どっかにね、刺さってるんですよ。ちょっと分かんないですね。とりあえず、ボルトを2本外して、こう、ガボッとね、抜けば、外れます。ね。で、冷却液、交換するときは必ず、冷めてるときね、エンジンが冷めてるときに交換しないといけません。吹き出しちゃうんでね。で、ドレインボルトがね、どれだったかな？これ、違うな。ちょっともう一回確認をします。これかな？ね、ここ冷却液入ってるんでね。これかな？このあたりからね、交換ができます。はい。ちょっと、確認をして、作業していこうと思います。はい。じゃあね、とりあえずスタンドで、持ち上げました。ね、持ち上げて。で、ボルトはね、どうやらこれでいけるみたいです。ね。で、Google 先生で調べました。ちょっと風が強いんで、結構、風音とかも入ってるかもわかんないですけど、すいません。で、とりあえずね、ちょっとカメラここに固定しといて、これ、抜いていきます。で、とりあえず、ここのネジ抜いてから、この上のね、ここを、緩めたら、なんていうか、こっちから空気が入るんで、ドボドボドボっとね、出てくるような感じになると思います。今回ね、このラジエーター液の交換は初めてなんで、ちょっととりあえずやってみたいと思います。あんまりね、ドボドボで出ると、結構か、硬くネジが締まっちゃってるかな。ああ、緩んだ。ね。よ、どうかな、いけるかな、よっ、よいしょ、あ、OK ですね。じゃあ、よいよ、これはこのお皿のところに乗せといて、じゃあ、とりあえずここを、緩めたいと思います。ちょっとカメラはこっちに置いておきます。
じゃあ緩めます。よいしょ、いいかな。どのくらいの勢いで出てくるかがね、ちょっと心配ですけど、よいしょ、およいしょ、ちょっと上のキャップが外れないですね、なかなか。よっ、おっと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 、結構な勢いでね、こんな風に出てきます。とりあえずこれも置いときます。よいしょ、よいしょ。本当はこれもね、ブレーキ液と一緒に交換を したかったんですけど、ちょっと、めんどくさくなってずれちゃいましたね。でこの排液はね、ちゃんと、そこそこ自治体の、規定にのっとって、処理をしてください。まあ大体はこう何ていうか、新聞紙とかおむつとか、あと専用のね、排液処理の何ていうかな、ボックスみたいなんで処理したりとかになると思うんですけど、決してね、ドブとかに捨てないように、有害なんでね、ということです。よいしょ、ちょっともうちょっと、よいしょ、これで置いとこうかな。よいしょ、これも大体だいぶ抜けたんかもわかんないですけど、でとりあえずね、一旦ボルトを締めて、で、まあ、この中でね、一応古い液体、まあ一応まだ残ってるんで水を入れます。まあここネジ締めてね、仮締めして水を入れて、でちょっとエンジンをね、かけてこう循環させて、でそれからもう一回ね、水を抜いてきれいにした状態で新しいね、この液体の方を入れていこうと思います。じゃあちょっととりあえず水を入れようと思います。はい、どうも、もうだいぶね、こういう状態、ほとんど抜けた状態になりましたんで、一度ね、ボルトの方をちょっと、戻そうと思います。でこれで一回ね、次さっきも言ったように水を入れてね、まあ、とりあえず漏れなければいいんで簡単にこう締めとけばいいと思いますね。じゃあちょっとね、水を入れていきましょう。じょうろ込んできたんでね、じゃーっと入れていきます。あ、漏れてますね。ダメダメですね。よいしょ、最初はやっぱりちょっとカチッと閉まってたんですよね。こう冷却液のやつが固まったりして、よいしょ、とりあえずそんなきつくは閉めなくてもいいと思うんですけど、よいしょ、よいしょ、ね、よいしょ、なんか固まってたんでしょうね。なかなか緩めても出なかったですけど、じゃーっと水を入れて、結構入りますね。よいしょ、よいしょ、ほんでちょっとね、また減りましたね。多分エンジンかけるとちょっと減ってくると思うんですよ。こういうところちょっとにぎにぎしてあげると空気が出てくると思うんでね、ちょっとエンジンかきましょうか。ね、エンジンかけるとちょっとこうプクプク出てくるんで、よいしょ、こんな感じでやってあげてください。まあ、最終的にね、これ本ちゃんのラジエーター液入れても同じようにエア抜きやってあげないとダメなんでね。よいしょ、まあこんな感じです。よいしょ、あとちょっとエア抜きやっときます、もうちょっとね。でここからもう一回、抜こうと思います。じゃあじゃあ、これずっと見てても面白くないと思うんで、よいしょね、ちょっと、やっていきます。はい、どうも、そう忘れてた、リザーバータンク抜かないとダメですよね。よいしょ、さっきこっちを抜きましょう。
よいしょ。これはもうここでね、クリップなってるんで、よいしょ、ちょっとつまんで、こいつをずらしてあげてね。まあ、痛い痛い、ちょっと冬場になると、やっぱり手袋をしてても痛いですね。ずらしてあげて、でこいつ引っこ抜けばね、出てきます。よいしょ。抜けない。片手だとね、どうしても力、よいしょ。オッケーオッケー。抜けましたね。で、これでリザーバータンクの、よいしょ。ね、冷却液抜いてあげましょう。蓋ね、これ置いときましょう。はい。おっとっと。ということで、ちょっとこれ忘れてたんで、とりあえず。はい。じゃあ、ちょっと水の方ね、洗浄していこうと思います。ちょっと手も洗おう。ではでは。はい、どうも。とりあえず、リザーバータンクの方は元に戻しました。ね。今空っぽの状態。水でね、洗浄して。で、とりあえず、こっちの方ね、もうエンジンかけて泡が、空気が出なくなった状態まで、来ました。で、今からね、またこのボルト、外して、水をね、中洗浄した水を、抜いていきます。これもね、正直、どのくらい綺麗にするのかっていうのはちょっと微妙なところなんですけど、もう言い出したらキリないですよね。どのくらいまで、例えば何回もやった方が、当然それは綺麗になるでしょうけどね。よいしょ。はい。ちょっと片手じゃしんどいんで、まあとりあえず抜きますね。はい、今ねこれ締め込みをしました。でとりあえず本ちゃんのね、冷却液の方を今から、こいつ入れていこうと思いますね。でとりあえずまあ今もまだ緑のね液体こう出てましたけど、もうこのぐらいでねいいと思います。どっちしろまあ定期的にメンテナンスはちゃんとしていこうと思ってるんでね。はい、ということで、ではではやっていこうと思います。はい、じゃあ、さっきも言いましたけど、今回のやつはこの、ケミテックでいいんかな、 PG55RC ってやつね、これを入れていこうと思います。まあ薄めずに、そのまま入れちゃうタイプの分ですね。 Amazon でも結構評価が良かったんで、まあ、こいつにしてみました。はい、ということで、じゃあ入れていきます。よいしょ。まあ、入れるとこ取ったって仕方がないと思うんですけど、まあ、一応片手でねやるのがしんどい。あ、やっぱりしんどいわ。ちょっともう取らずに入れていきます。はい、じゃあね、ある程度入ったんで、またエア抜きをね、していこうと思います。よいしょ。もうこんなもんでいいかなね。とりあえずまあパイこの辺りクニュクニュやってても出てきますけど、まあとりあえずエンジンかけましょうかね。かけた方が早いですね。よいしょ。エンジンかけるとこうやってまたポコポコやって、よいしょ。ちょっと液面減っていくんで、まあ、次足しで入れてあげてください。で、あとリザーバータンクにもね、これ入れますね。よいしょ。よいしょ。じゃあちょっとあとはもう同じ作業だけなんで、ではでは。はい、どうも。今結構ね、エンジンをかけて、エア抜いてね。で、もうラジエーターキャップもう一回閉めました。ね。こいつもまた定期的に、交換してあげた方がいいと。本当は、毎回変えた方がいいのかな？ちょっとわかんないけど。でも今回は、とりあえず、綺麗にね、ちょっと、清掃だけして、このままもう閉めちゃいました。ね。で、しっかりね、ここも最後、
ねじ切ってはダメなんで締めすぎは一番ダメですけど、まあちゃんと締めてあげてねということで、とりあえずラジエーター液の、交換はこれで終わりですね。で次はさっきあれにしようかな、プラグ交換をしようかな、ということでやりますけど、まあそれはちょっとね別の動画に、分けてねちょっとしようと思います。また長くなるんでね。はい、ということで、そしたら今日はね、この辺で失礼します。さよなら。